Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. 10月17日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。僕は占い師ではないので、占い師さんが出した結果を読み上げさせてもらいますね。10月17日生まれの方は、多彩で多方面で活躍することのできる方です。人を引きつける魅力を持っており、社交的な方ですので、あなたの生活には変化と刺激が多くなります。頭の回転の速い方ですので、探求心も強く、知識を広げようといつも積極的に行動しています。魅力的な方で人と接するのも上手で周囲の人を楽しませることができます。ただし気まぐれで短気な一面もありますので、そういった面が出てしまわないようにする注意が必要です。論理的な方ですので、はっきりとした物言いが特徴で、回りくどいことはありませんので、スムーズに問題解決することができます。率直な方ですが、多くの人に受け入れられるのは優れたコミュニケーション能力を持っているからです。しかし、計算高くなったり、頑固になったりして、あなたの持つ魅力を損ねてしまわないように注意が必要です。芸術的な才能を持っており、音楽や演劇、絵画を通じて発揮されていきます。美しいものが大好きで、贅沢を求める気持ちを持っています。あまり贅沢を追い求めすぎないようにしなければ、金銭的に苦労することになってしまいます。表現力豊かで、順応性もある方ですが、あなたが成功するためには、集中力を高めて精神的な可能性を引き出していくことが重要です。直感が鋭い方ですので、くよくよ悩むよりは直感的に行動してしまう方が良い結果を招くようです。行動的でいたいという思いも強い方ですので、日本を飛び出し海外へと行く可能性も高そうです。そんなあなたの裏性格は相反する二面性を持っています。これは衝動的で刺激的なことを求める自分と、慎重で安定を手に入れたいと考える自分です。この二面性があるからこそ、あなたは時に衝動的な行動をしながらも、安定的な基盤を失わずにいられると言えます。あなたの持つ二面性は、あなた自身も戸惑わせてしまうかもしれませんが、あなたの強みとなっていますので、心配はいりません。贅沢思考を満たすためには、絶えず仕事に励む必要があります。苦しくならない程度に贅沢を求める気持ちを満たしてあげることができるようになっていかなければなりません。成功を手にするためには、前向きな気持ちを保ち続け、忍耐力を身につける必要があります。もともと持っている洞察力に粘り強さが加われば、力を存分に発揮することができるようになります。繊細な方ですので、知恵のある人を尊敬しています。それだけの知恵を得るに至った道のりを想像することができる方々からです。正直で駆け引きをしないまっすぐな方ですので、周りの人から尊敬されていきます。理想主義者でもありますので、人のために行動できます。その点も人から尊敬される理由となっています。あなたの原動力となるのは愛を求める気持ちです。仕事、単調な仕事を嫌い、いつでも精神的な刺激を求めています。そのため、日々変化があり、刺激を感じられる仕事に就いた方が適性があります。面白みの感じられない職種を選んでしまうと、飽きてしまい、長続きすることができません。まずは何よりも、自分が興味を持てるかどうかが、仕事を選ぶ際には重要なポイントとなります。仕事に刺激を望む方ですので、海外で事業を行っている企業への就職がおすすめです。はっきりと意見を述べることができますので、海外へ行っても、十分に渡り合うことができます。これだと思えた仕事をやり遂げることができますが、途中で興味を失ってしまうと、すっぱりと辞めてしまうこともあります。やってみなければわからない部分は多いかと思いますが、まずは最初に興味の持てる仕事を選ぶ必要があります。天性のコミュニケーション能力を持っていますので、行動の仕事は適職と言えます。また、物覚えが早く知的な方ですので、調査や研究、教育関係の道もおすすめです。社交的な性格ですので、役所勤めにも向いています。自分のためよりも人のために行動する方が、生き生きと活動できる方ですので、社会貢献や医療関係の道に進むのも良さそうです。仕事探しで重要なのは、単調ではなく変化があるかどうか、そして自分自身が強く惹かれるかどうかです。
自分に適した職種を選ぶことができれば、一生その道で生きていくことができます。恋愛運、単調な暮らしを嫌い、変化を求めて生きています。その傾向は恋愛においても強く現れます。つまらない恋愛ならする意味がないと考えており、ただ寂しいから恋人を作るということはありません。自分自身をワクワクさせてくれる人と出会わなければ、恋をする気にはなれないようです。先進的で洞察力を持つ、しっかりとした人があなたのタイプです。社交的で人と知り合う機会は多いので、あなたをワクワクさせてくれる人との出会いもたくさんあります。しかし、好きになれる人を見つけた時でも、あなたの恋愛は安定しません。それは単調を嫌うあまり、自分で事件を起こそうとしてしまうからです。特にやましいこともないのに、恋人に隠し事をするなどして、後々大きな問題を引き起こしてしまいそうです。自ら変化を求めて事件を起こす前に、恋人との信頼関係を築くことの方が重要なことに早く気づかなければなりません。恋人に対してはできるだけ正直でいるように心がけてください。変化を求める方ですが、実は安定を求める気持ちも持っています。しかし感情に左右されやすい方ですので、安定を求める気持ちをすぐに忘れてしまいます。そしてすぐに心変わりしてしまい、退屈をしないように刺激を求めて行動をしてしまいます。恋人がいてもときめきたくて他の人と遊んでしまうこともあるようです。以上、10月17日生まれの方の占いでした。何かの参考にしてくださいね。